今が旬の秋の味覚を食べて食べて食べまくる。いやもう本当食べるジュース、フルーツ狩りにビュッフェも、札幌近郊で秋の食べ放題グルメを満喫します。向かったのは札幌から高速を使って車で1時間ほどの仁木町。仁木といえばやはり秋のフルーツ。瀬尾観光農園では秋の果物何でも狩りが今月から始まりました。リンゴ、ブドウ、梨、プルーンがなんと時間無制限で狩り放題なんです。すごい、たくさんリンゴもあります。プルーンもあります。わー、うまそう。リンゴも剥いて食べて、本当に何もかも甘いです。すごい美味しかったです。ブドウを3種類食べました。そんなに、はい、ランチ直送ですもんね。そうです、取ってすぐだから、秒だもん、秒秒秒秒です、秒。こんにちは。こんにちは。これ早速目の前にたくさんなってる、こちらは？こちらはね、リンゴの津軽っていう品種ですね。パリパリで、酸味が少なくて甘いですね。これ今食べ頃なんですか？食べ頃です、これ。まあ全体的に一番赤いのがいいんですけど、赤くなくても、まあ黄色くなってれば、これすごく赤くないですか？これはもう最高ですよ。食べ頃。取り方はですね、ここに来年の芽がもう出てるんですよ。あ、なるほど。ここで切ってもらえば。ああ、産地直送でいただきます。おいしい。滴る果汁。もぎたてはね、美味しいですよ。やっぱり果物はね、その時の常温が一番僕は美味しいと思います。これはフルーツ狩りじゃないと味わえないお味ですよ。続いて狩りに来たのはブドウ。これはね、ナイアガラっていう品種ですね。これナイアガラ。そうですね、緑よりもちょっと黄色みがかったような色の方が美味しいですよ。この辺はもうもしや黄色いですもんね。そうですね、上の方からあのブドウって完熟してくるんですよ。そうなんだ。だから下を食べて美味しければ全部美味しいです。あ、なるほど、ここですね。そうですね。うん、甘い。ちょっと程よいいい酸味もないですか。飲み込んでしまった。食べて飲み込んでます。僕はもう本当小さい頃からそのまま飲み込んでますね。多分この辺の人たちはみんな飲み込んでますね。地元の方の食べ方は。そうですね。白ぶどうは黄色いものが食べ頃ですが、こちらのレッドナイアガラはより色が黒く濃いものを選ぶといいそうです。うわ、美味しそう。皆さんお分かりになりますか？この2つだと右側のブドウの方が食べ頃なんです。まだまだ続く何でも狩り、大人気の梨をいただきました。梨って美味しいよね。豊水という品種ですね。一番食べ頃。そうですね、なるべく茶色いものがいいですね。茶色いもの、これなんていいんじゃないですかね。これちょうどね、これが最高ですね。あ、こうなってると。果汁がすごくないですか。いやーもう本当食べるジュース。豊水は人気が高くなくなるのも早いんだとか。これからはシャリシャリとした食感と優しい甘さが特徴の千両梨が食べ頃になるそうですよ。続いてプルーン。色が濃いものが美味しいそうですが、太陽の当たりいいとこですね。でちょっと触った感じでちょっと柔らかい感じなんですよ。あ、これでね、このぐらい、この皮の部分にね、鉄分があるんですよ。でお客さんよく皮を剥いて食べる人いるんですけど、ぜひこのまま、してこの表面ちょっと白っぽくなってるじゃないですか。これはホコリとか汚れじゃなくて中から糖分が出てきてるんですよね。この日は神奈川から来ていたお客さんがいたので、熟したプルーンを食べてもらうと。
美味しいです。初めてプルン、初めてですか。あ、プルンプルンしてるでしょ。プルンプルンしてます。このフルーツ狩り食べ放題が、はい、時間が無制限です。え、あのこれまで長い人ってどれぐらい食べてました。僕が知ってる中では半日いましたね。家族連れで、まあ、ブドウ4キロぐらいは行ってんじゃないですか、ね、4キロ4キロ単純に10前後フルーツ食べてお弁当食べてデザート食べてすごい。そうですね。でも気持ちは分かる、その時はたまたま空いていてお弁当の持ち込みなど事前に確認もあったそうなので、皆さん良識の範囲で食べてくださいね。何でも狩りは予約制で、果物がなくなり次第終了。10月上旬まで開催予定です。直売所もあり、何でも狩りに含まれていない洋梨などを買うことができます。またプルーン30個ほどでなんと600円、お得なセットも。こちらも立ち寄ってみては。続いてやってきたのは三木町の景色を一望できるこちら。おお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 ジャンボ滑り台はもちろん、グルメも楽しめるんです。フルーツパーク2期には三木町の景色を眺めながら滑り降りる全長153メートルのローラー式滑り台や、1棟につき最大6名まで泊まれるコテージ、ボルダリングができるキッズスペースと子供と一緒に遊べる場所も豊富。さらにフルーツパーク2期では、二木町の新鮮な朝どれ野菜やフルーツを買うことができ、こちらのベリーベリーカフェでは地元の食材を使った料理がビュッフェで食べ放題できちゃうんです。90分1950円のお得な食べ放題ビュッフェ、二木町産の野菜果物を使った料理など40種類以上が食べられるんです。どれを食べても外れはないです。本当にまた食べたくなる、飽きないですね。飽きない、全然飽きない感じ。この時期必ず、はい、もう間違いなくここ来ます。こういうビュッフェとかも安いですよね。まずやっぱり景色いいですし、やっぱこういう景色見て食べると違いますね。格別ですよね、またね。美味しそうなお野菜がたくさん並んでますけれども、今の時期ですと、まあ、トマトを中心に、キュウリですとかズッキーニが地元の食材になっております。その他の葉物とかもですね、あの北海道の食材をこだわって使っておりますので。三木町産フルーツの自家製ジュースも飲み放題。この日はブルーベリーでしたが、今後ぶどうやリンゴジュースになるそうです。見てくださいよ、色とりどり美味しそうな食材がずらりと並んでますけれども、これ本当にほんの一部なんですよ。人気なのは三木町産完熟トマトをじっくり煮込んで作ったヘルシーなトマトカレー。うん、あ、おいしい。酸味、そして甘さもすごいトマトを感じますね。お子さんでも大丈夫だ。スパイス控えめ、すっごい食べやすい、美味しい。こちらのね、ズッキーニも三木町産。うん、すごいみずみずしい。うまみジュース出てきます。いや、歯ごたえも良くてね、シャキシャキで、いや、すごい。そしてね、見てほしいんですよ。ちょっと紅葉が始まりつつあるんですよ。これから秋がどんどん深まって、食材も味もどんどん格別になっていくんでしょうね。いや、やっぱり皆さん三木町来なきゃダメですよ、この秋は。今はトマトを中心に地元農家さんの朝どれ野菜の販売や、お土産にぴったりな自家製の 100% ジュースなども買うことができます。
今が旬の野菜や果物、皆さんもぜひ味わってみてください。